高校の時生徒会執行部に入っとったっちゃんって言うたやろ。で、あの高校卒業後もね、ちょくちょくその生徒会メンバーと会ったりするっちゃん。で、まあ大体ね、あの福岡で人が集まって飲みに行こうちゅうと大体博多が天神なわけでございますよ。で、あのまあ天神に行く場合って言ったよ。でね、その時の集合場所をケゴ公園にしとったっちゃんね。で、ケゴ公園知っとる人も知らん人もちょっと想像してみてほしいんやけど、ケゴ公園に集合ねって言われた時に、その公園のどこって指定されなければわからんのよ。ケゴ公園のどこやねんみたいな。ケゴ公園着いたけどもどこみたいな。な、まるまる像前とかさ、まるまるモニター前とかやったらまだわかるっちゃけど、全然わからなくて、ありゃありゃありゃみたいな。まああのグループラインみたいなやつがあるっちゃん。でそのグループラインで、え、ちょっとみんなどこみたいな。どうやらみんなすっげえバラバラな場所におるらしくて、んじゃあわかったよっつって、ラデンがあのケゴ公園で踊るけんが。ラデンがケゴ公園であの TikTok ど真ん中で撮り寄るけんがそこ集合ねって言って、ラデンケゴ公園のど真ん中であの TikTok 撮ってたことがあります。ケゴ公園のど真ん中で踊っとって、で、あ、まあそれらしい人がその中央に集まってきて、で、所定言われました一言、恥ずかしいからやめて。恥ずかしいからやめてって。